この動画では、V6 プラスの接続タイプ設定方法をご説明いたします。ASUS ルーターアプリを起動します。右下の設定をタップします。1をタップします。1接続タイプをタップします。1設定をタップします。 V6 プラスを選択しますワン設定変更に伴うポップアップ画面が表示されたら内容を確認の上「はい」をタップし画面が切り替わるまでお待ちください画面が切り替わったらご利用の端末の w i f i 設定を開きネットワークに接続しますルータータアプリに戻り ワン設定が V6 プラスと表示されていることを確認してくださいウェブブラウザを起動し ASUS ルーターの管理ページにアクセスしますログイン画面が表示されたらユーザー名とパスワードを入力して管理画面にログインしてください画面左側の詳細設定から1をクリックしてください インターネット接続タブの基本設定、ワン接続タイプから V6 プラスを選択してください。画面下部の適用をクリックします。以上で手順は終了です。